総合ビジネス科1年肥後です。総合ビジネス科1年東です。今回はこれからのオープンカレッジや学校説明会などについてご紹介します。受験生の皆さん、進路はもう決まりましたか？ KBCC でも試験が始まり、早めに願書を出した人たちの中には合格したよという人たちもいると思いますが、まだ迷っているなんて人たちも多いはず。 KBCC ではそんな人たちのためにこれからも様々なイベントを予定しています。入学前に学生生活を体験してみたいという方におすすめなのはオープンカレッジ。自分の興味のある分野の模擬授業を受けることができるほか、学校の雰囲気を肌で感じながら学生生活や進路選択などについてのアドバイスも受けられます。一人でもお友達と一緒でも保護者の方と一緒でも楽しめる内容で、これまでにも県内各地からたくさんの方々が参加している大好評のイベントです。日程は12月7日土曜日です。なんと今度のオープンカレッジはいつもと一味違うクリスマス特別イベントになっています。お昼は私たち KBCC 学生と立食パーティー、午後からは参加者全員何かが当たる楽しいレクリエーションを企画しています。無料送迎バスが出ていますので、遠方の方もお気軽にご参加いただけます。ご覧のルートから出ています。12月4日までにご予約くださいね。また学校についてよく知りたいという人におすすめなのは学校説明会。 KBCC の特色やコースの説明、資格取得や就職状況など、皆さんが気になる KBCC のいろんなことを説明します。日程は12月15日日曜日、時間は午前10時からと午後1時半からです。さらに週末はなかなか時間が取れないという人のために夜の学校説明会も予定しています。日程は12月4日18日の水曜日、午後6時半から8時半の間の都合のいい時間に参加できます。学校帰り、お仕事帰りにお気軽にご参加ください。このほか入試説明会も予定しています。入学試験について詳しく説明するほか、特待生試験の過去3年分の問題や適性検査の例題を配布します。日程は12月1日午前の10時からと午後1時半からです。少しでも入試に関して不安や疑問があるという方はぜひ参加してくださいね。さて今日ご紹介したイベントはすべてホームページから申し込めます。ぜひいろいろなイベントに参加して進路選びに役立ててくださいね。ご覧いただいている日程が試験日です。願書を早めに出せば出すほど合格を手にするのも早くなりますので、早めに願書を出していち早く合格をゲットしてくださいね。